皆さん、こんにちは。フリーアナウンサーの村井由紀子です。選ぶ言葉があなたの未来を作る。このチャンネルでは、話し方やコミュニケーション、言葉を軸にした話題をお届けしています。今日は、あなたも嫌な思いをさせているかも、コミュニケーションあるあるについてお届けしていきます。ちょっとドキッとするかもしれません。先日、女性向けのコミュニケーション講座の講師を担当してきたんですが、その時に使ったスライドショーの一部です。結構、はぁ、あるあるとか、やってるかも、言ってるかもっていうのがですね、飛び交いまして、好評だったので、皆さんにもシェアしていきたいと思います。それでは、アニメーションに切り替えましょう。コミュニケーションあるある、スタート。ねえねえ、先週末、日光東照宮に行ってきたの。私はグアムに行ってきたの。お天気も良くって最高だった。私が話していたんだけどな。そう、自分の話が相手の話にすり替わってしまった涙という経験はないでしょうか。ねえねえ、聞いて聞いて、こういうことがあってとっても嬉しくってって自分の話をしていたつもりだったのに、いつの間にか私なんてこうでああですっごい嬉しかったのっていうですね、あれ、私が話していたのになんかもう聞き側に回っちゃって、結局私の話ってどこ行っちゃったんだろうなっていう経験はないでしょうか。女性はもしかして結構多いかもしれませんね。相手と話している時に自分が話したいことがムク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 膨らんできてしまうことがあります。それはもちろん自然なことだと思うんですが、ムク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 膨らんできたとしても、そこは抑えて相手の話をしっかりと最後まで聞くっていうところ、大事になってきますね。もう一ついきましょう。うちの子が全然会話してくれないのよ。反抗期だわ。静かでいいじゃない、うちなんて子供が多いから賑やかすぎて毎日ストレスよ。か、私の悩みはどうでもいいの？悩みを軽視されてしまった。それプラス、もしかしたらこの反抗期だわと悩んでいる女性は、賑やかで子供が多いお宅をとっても羨ましいなって思っていたかもしれません。それなのに、いいじゃないなんて言われてしまって、ちょっと自慢をされてしまった。相手はそうじゃないかもしれないんですけれど、なんだか悩みを相談したはずなのに惨めな気持ち倍増ですよね。こんな風に言ってしまっていないでしょうか。二つに共通しているのは、人の話を聞かないで自分のことばっかり話したがってしまうという傾向にあるんですね。わかります。人と話しているときに自分の言いたいこと、思いが本当にムクムク膨らんできて、あ、今喋りたいっていうのはあるんですけどね。そこを抑えて、相手がもう存分に話してもらったら、じゃあ次は私が話す番だということで、分かち合ってその場を共有して相手の話を聞く。聞いてもらったら今度は相手の話を聞いてあげる。そういう素敵な空間にしていきたいですね。コミュニケーションの語源はコムニカチオというラテン語です。意味は分かち合うこと。そうです。コミュニケーション上手というのは、何もスラスラスラ、ペラペラペラとおしゃべり上手な人を指すわけではないんですね。嬉しいことは、嬉しいね、楽しいね、よかったねと分かち合うこと。悲しいことは、そうだったんだとか、うんうんってこう聞いてあげたりとかですね。悲しいことは半分こ、嬉しいことは何倍にも膨らむような、共有すること、分かち合うことがコミュニケーションのコツなんですね。今日はあなたも嫌な思いをもしかしたら相手にさせているかもというコミュニケーションあるあるの一部をご紹介しました。あ、
当てはまっているかもしれないという方は、これからコミュニケーションってどういうことだったのかな、そう、分かち合うことだよなっていうのを心に置いて、相手との目の前の人との会話楽しんでみてくださいね。選ぶ言葉があなたの未来を作る。フリーアナウンサーの村井由紀子でした。お聞きいただきましてありがとうございました。